今夜もこんばんは。今夜もシャイニングニキさんのお時間ですよ。さあ早速参りましょう。それではですね、改めまして今夜もご覧になっていただきましてマジあざますあざます。いや本当にね、今夜も見てくれた君がもし目の前にいらっしゃったら、ご一緒にハンバーグ食べませんかとね、お誘いしたいぐらいっすよ。いやーなんかね、こう毎度毎度ね言ってるんですけど、ハンバーグもね最近食べてなくてですね知らんすかね、日頃液体ぐらいしか口にしてない気がする。この動画をね今ご覧になってくれてる君はちゃんとご飯食べようね。ね、そんな感じです。それではですね、今夜も張り切ってストーリーを進めてまいりたいんですけども、前回のパートでですね 2-1 ね、2章に突入いたしまして、ついにね私たちの冒険がスタートしたという感じなんですけども、 2-1 でですね船に乗って、新たな街にやってまいりました。素敵な街なのかなとかですね、どんな素敵なコーデと出会えるのかなとかね、ワクワクしますね。早速参りましょう。完成させるにはもっとインスピレーションのかけらを集めないと。というのもですね、前回船に乗ってきた時にですね、一緒に乗ってた方のね歌っていた童謡なのかな、なんかこうお歌からですねインスピレーションを受けまして、新たなアイテムをね作ろうみたいな、そんな話になってたんですね。デザインズの制作が終わればこの服を設計したデザイナーシャドウも召喚できるわ。インスピレーションを受けてコーデアイテムを完成させると、それをデザインした方と出会えるの。いや何それ、すげえシステム。たくさん完成させればそれだけ強力なコーデ力を手に入れられるってことだね。へえ、インスピレーション超大事。デザイン工房の中でニヒは作ったばかりのバッグを手に取り、うっとりと眺めていた。この服のデザイナーシャドウの記憶ってどんな力があるのかしら。どんな素敵な方と出会えるんですかね。そんなことよりさ、早くお金を払おうよお店の人が燃えるような目で僕たちを睨んでるよ。お支払いしましょう、お支払いしましょう。いけない、忘れるところだった。2000コインね。ミキが財布を取り出すと、きらびやかな格好をした美しい少年。いやドキドキしますね。店主に近づいていった。おじさん、今日は綺麗な手袋を作ったんだ。費用はいつも通り。麗しい少年もデザイナーさんなの。ただでいいよ。ただでいいよですって。ありがとう。どうしてただでいいの。何かの割引キャンペーン。そう、なんかお得なことがあるなら知りたい。少年は答えず、しらりと二期の方を見て去っていった。星羽町では美しさが全てなんだよ。星羽町の住民として当然私も美しい人を優遇してあげなくちゃね。そうだろ。ちょっと待って、それって少年がめっちゃイケメンだから割引ってことか。私には優しくねえ、マジっすね。美しい人は優遇されるの。じゃあ美しい人じゃなかったら。そうそう、私が持ってきたらどうなんの。それはまた違った対応になるだろうね。いやーもうこの対応自体が大人の対応じゃないですか。見た目だけで。見た目だけで。本当に変かい。星羽町は顔が物を言う町と言われているし、それに美しい人は他の場所でも優遇されているじゃないか。いや確かにそうなんですけど、ちょっとあからさますぎないですかね。美男美女はもっと好かれるし愛されやすい。時には頭がいいと思われることだってあるんだから。確かに美男美女の方が人生得すると言われておりますよね。いやーそれだからなのかな、私人生損してばっかりだね人類の本性を排除する必要があるのかい。なんすかね、私もちょっと同意見なところはありますかね。ねえ、人間の本性とか本能みたいなものって、なんだろう、変わらないものなね、感じ持ってますから。ねえ、なんだこう、いろいろね、こう、昨今もあるんですけれども、いや、そうは言ったって、人間、そんなもんだよ、みたいなね。ねえ、そんなとこもあるんですけども、かといってって感じですよね。それなら、この星羽町のように、堂々と美しい人にもっと多くのハッピーをあげた方がいいよ。いや、確かにね、同意見のところもあるんですけども、いや、でもそういう、なんだろうね、本能とか本性とか、みたいなね、どうしようもないところを、こう、なんかうまくやるのが人間じゃないってね、思うところもあるんですよね。顔が綺麗じゃない人はね、星羽町に生まれたことが最大の不幸ってことなんだよ。馬鹿げてる。見た目だけで差別するなんて、こんな馬鹿げた国があっていいの。誰も自分の生まれつきの顔を決められないの。それなんすよね。美男美女でプラスになることあっても、そうじゃなかった場合マイナスになるっていうね、ことじゃないと思うんすよね。あんたはもう十分可愛いんだから、そんなに卑下することはないよ。いえ、そういう意味じゃなくて、
こんな基準変だと思います。そうだと思います。では店を後にすると、童話の世界のような星羽町の街並みを眺めた。そしてある違和感に気づいた。もう気づいた？街ですれ違う人たち、みんなルックスがいいの。っていうことはそうじゃない方ってどこにいるの？とっくに気づいてるよ。星羽町の女の子はみんな可愛いね。焼肉とこう落ち着けられないなんで比較対象は焼肉だい？星羽町では美しさこそが全て。じゃあ美しくない人はどこに行ってしまったのかしら。本当だよね、どこに行っちゃったのかな。僕だったらとっくに引っ越してるだろうな。私も住んでたらね、多分引っ越すと思いますね。ここは美しさが全ての町ならば、美しい人たちを見てこの町を好きになれるはずなのに。この町なんだか変な感じがするね。なんかこういびつな感じを受けますね。よし、とにかく私たちはマエストロリアリドの手がかりを探しに来たんだから、あの動揺に関することを聞きに行きましょう。確かにその通りね、この街をこうなんとかしに来た感じじゃないですもんね。確かにね、引っかかるところはあるんですけども、今回はねそこをねなんとかしに来た感じじゃないですからね。僕らが教えてくれた動揺について聞き込みをすると、街の人たちはある人物について教えてくれた。ある人物？この動揺を作ったのは演奏家の老人で、今はこの町の病院に入院しているという。へえ、彼なら何か知っているのだろう。今すぐ病院に行ってみよう。フルーツを持ってお見舞いに参りましょう。もも、ちょっと待って。お見舞いに行くなら先に爽やかな普段着に着替えましょう。爽やかな普段着？というわけでですね、爽やかな普段着に着替えましたね。早速ね、こちらでお見舞いに参りましょう。奴らに赤と白の力を見せつけてやるわ。ちょっと待って、なんでそんなにやる気なのさ。でもやる気なのはいいことかな。さあ、というわけでどうです、こんな感じでやってまいりましたけれども、神飾り輝くハート、なんかこうスキルもちょっといい感じのスキルの方がいいのかな。ヘアアレンジシャイね。このスキル使うのが未だによく分かってない軽快なステップだけは分かるよ。さあ S ランクですね、やったぜ。否定に参加しようよ。このコーデならムーブメントを巻き起こせるよ。この病室だね。看護師さんが言うには、演奏家のおじいさんはもう2年も入院しているんだって。おじいさんどこが悪いのかな。君が病室の扉をノックしようとすると、中から優しそうな老人の声が聞こえてきた。ノワールか、早く入っておいで。ノワール、ノワールってちょっと待ってノワールさんは何者？私ノワールさんじゃないんだけど。これもしかして入っていったらなんじゃノワールじゃないのかとかがっかりされちゃない？いやー大丈夫かな。というわけでですね、今回もいい感じの時間取らせていただいておりますんで、ここでね一区切りとさせていただきたいと思いますね。今日もですね、ここまでご覧になっていただきましてマジあざます、あざます。よかったらですね、コメント、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。特にですね、チャンネル登録なかなかね、していただけなくて、すげえ困ってる。じゃあまた、次の動画いい朝、次の夜に、またお会いしましょう。お相手は、あなたの夜のお友達、私でした。それではまた、次の夜に。